再開をいたします。次に絆の会代表中島義道議員に質問を許します。中島義道議員。私は絆の会を代表して先に通告しておきました事項について順次質問させていただきます。まずはじめに市長の公約の一つであります市役所改革についてお尋ねいたします。平成23年8月に室井市政が船出いたしましてから早いもので3年が過ぎ、総仕上げの時期を迎えようとしております。市長は市役所改革として事務事業の徹底した見直しと事業のスクラップ&ビルドなどを掲げ、また市民目線と人材の活用で新しい行政システム作りに取り組むと公約しております。本市を取り巻く厳しい環境の中で地域経済の活性化をはじめとして市長の責任ある決断と実行力が市民の皆様から強く求められてきたところであります。そこで質問いたします。市長は公約として市役所改革を挙げておりますが、どのような改革を実行し、どういった行政サービスが向上し、どのように市民満足度が向上したのか、総括をお示しください。次に自治基本条例についてお尋ねいたします。地方分権時代の象徴として全国で制定されております自治基本条例でありますが、本市としてなぜ自治基本条例が必要なのかを十分に議論されないままに制定されることに対し一抹の不安を感じております。自治基本条例の制定そのものに反対するものではありません。今さら言うまでもありませんが、条例の制定にあたっては立法事実を収集整理した上で憲法適合性合法性を十分検討し、地方自治の本旨に基づくよう制定されなければなりません。他の自治体で制定されました自治基本条例の一部にいくつかの問題点が散見されます。例えばこの条例は最高規範でありと規定されております。しかし日本国憲法が最高規範でありその下でのその他の法律は平等でなくてはなりません。つまり自治基本条例が他の条例に優越することは法律上認められないと考えます。同様に市民主義の理念同様に市民主権の理念が条文化されているものもありますが、憲法の前文で主権が国民と宣言し国民主権を謳っていることを鑑みれば条例で条文化すべきではないと考えます。さらに市民の定義でありますが、市内に居住し住民基本台帳に記載するものに限定するのか、他市町村から仕事などで滞在する休館人口も含めるのか、このことは10月30日付の朝日新聞でも議論の一つとして掲載されておりますが、大変重要な課題であると考えます。また神奈川県鎌倉市では市長の公約として自治基本条例制定に向け取り組みましたが、市長交代もあり一旦策定作業を中止しましたが、現在私が今指摘しました事項も含め再検討し制定に向け準備を進めているとのことであります。いずれにいたしましても自治基本条例は住民生活に本当に役立つのか、住民間の対立にはならないのか、行政の仕事の妨げや議会の否定にならないかなどを勘案し、議会の議論も含めながら検討すべきと考えます。そこで質問いたします。以上のことを踏まえ自治基本条例についてどのような視点で制定しようとしているのか見解をお示しください。次に人口減少への取り組みと対策についてお尋ねいたします。地方創生関連2法案であります地方創生の理念を定めた町人仕事
創生法案と活性化に取り組む地方自治体を国が一体的に支援する地方再生法の一部改正する法律案が成立いたしました。この中で人口減少、超高齢化社会を迎え、特に人口問題に関しては国民の危機意識の共有を図るとともに、50年後に1億人程度の人口移住を目指す長期ビジョンと人口を克服する5カ年の総合戦略を示すとしております。さらに都道府県と市町村には地域の特性を踏まえた地方版の人口ビジョンと総合戦略が求められております。去る10月20日に地方創生関連法案について先に国において都道府県の担当者会議が開催され、各自治体に対し人口減少の分析が求められたと聞き及んでおります。一方、人口減少への対応策は1992年に策定されました平成4年版国民生活白書中少子社会の到来、その影響と対応の中で将来を見通した記述が初めて記載されております。その中で、このまま少子化が進行すれば経済成長の鈍化から現役世代の負担が増大まで、さまざまな社会問題が将来起こるであろうことが指摘され、その上で女性労働者の活用や子どもを持つ女性が働きやすい環境を整えるなど、少子化対策の多くが個々に明快に記されていました。しかし当時はバブル経済の末期であり、社会全体として将来の見通しに関してはまだ楽観的でありました。このことを踏まえましても同じ轍を踏むことなく、今その対策に取り組まなければならないと考えます。人口減少への対応について、先進地であります大阪府は健康、医療、福祉、子育て、教育、防災などの生活の分野、さらには市場、雇用、企業などの経済の分野、都市、インフラ、まちづくり、環境、エネルギーなどの土地の分野として分野別に分析しており、さらに主要都市圏、さらにはアジア諸国との比較までもしておりました。絆会として大阪府に行政調査に伺い、人口減少社会白書についてご教授をいただき、大変勉強になりました。そこで質問いたします。6月定例会でも指摘し、市長より組織横断的にプロジェクト対策を進めるとの答弁がなされましたが、その後の検討経過と今後の方向性をお示しください。次に会津漆器の振興についてお尋ねいたします。伝統産業である会津漆器は、人々の生活の中で長い年月を経て技と心が受け継がれてきました。しかし近年の生活様式の変化により、生活の中から失われようとしておりますが、一方では新たに生活の中で漆器が醸し出す優れた技術と妥協を許さない職人の意地と根気が生み出す会津漆器が息づいております。しかしながら、会津漆器を支えております伝統工芸士の過半数の方が後継者に苦慮しております。会津漆器の技術の継承と会津漆器が産業として成り立っていくことが、地場産業として基盤の確立につながっていくものと考えます。そこで質問いたします。会津漆器産業を支えている伝統工芸士の後継者問題が、今後の漆器産業の振興に大きな影響を及ぼすと考えますが、その対策と方向性をお示しください。次に、都市計画道路物流1号線についてお尋ねいたします。会津若松卸商団地協同組合会津アピオは、平成元年に物流ネットワークシティ構想モデル地区に当時の運輸省から指定を受け、卸売業、小売業、サービス業、建設業の集積地として会津地域の中核的位置づけとなりました。会津アピオはトラックセンターと卸商団地協同組合で構成され、その整備面積は40万7400平方メートルであります。
総事業費約200億円で、計画従業員数約1300人でありました。平成8年4月より共同施設および組合員の社屋の建設に着手し、平成10年3月には完了を見たところであります。しかし平成7年6月30日に物流1号線が幹線道路として都市計画決定なされましたが、現在まで整備がなされておりません。一方、物流1号線の拡幅延長整備については陳情がなされ、本年2月定例会において採択されたところにあります。そこで質問いたします。市長の公約にもありますように、物流の拠点基地として東日本大震災時には会津地域の重要な役割を担った経緯もあり、今後の災害への備えとしましても早急に物流1号線の整備をすべきと考えますが、見解をお示しください。以上で壇上からの質問を終わります。ありがとうございます。市長。絆の会代表、中島義道議員のご質問にお答えをいたします。はじめに私の公約に掲げる市役所改革についてであります。厳しい行政経営の中にあっても、質の高い公共サービスを持続的に提供していくためには、市民本位の行政運営を念頭に置きながら、社会情勢の変化に的確に対応できる組織体制の確立が必要であると認識をしております。このため、市役所改革の一つとして、組織機構を見直し、例えば、幼保一体化の施策への対応のため、子ども家庭科、子ども保育科を設置し、市民の皆様が利用しやすいレイアウトによって、ワンストップサービスによる子育て支援に努めてきたこと、また、市民協働の取り組みを強化するため、協働男女参画室を設置し、NPO などの公益活動の活性化や、行政提案型共同モデル事業を積極的に推進するなど、社会の変化だけでなく、市民ニーズの変化にも柔軟に対処してまいりました。また、平成25年3月に策定した第3次会津若松市行政システム改革プランにおいては、参加と共同によるまちづくりの推進、持続可能な運営体制の構築、市民サービスの向上と職員のスキルアップ、組織風土改革の3つの柱を掲げ、その着実な進展のための振興管理や現業部門のアウトソーシングにも取り組み、民間活力の導入に努めてまいりました。さらに、コンビニ交付の拡大や窓口業務での簡単指ナビ窓口事業、データを健康指導に利用する健康カルテの導入など、市民サービスへのICT の利活用を進めることで、利便性の向上と事務事業の改善が図られてきたものと考えております。今後も市民ニーズに最適に対応できる組織の実現や、行政サービスのさらなる向上を目指し、業務改善に引き続き取り組んでまいります。なお、その他のご質問については、副市長および主幹者よりお答えを申し上げます。副市長。お答えいたします。自治基本条例の制定の視点についてであります。自治基本条例は、市民の皆様をはじめとしたさまざまな主体のまちづくりへの参画を促し、まちづくりの方向性や目標、各主体の権利や役割、市政運営の在り方等についての共通認識を高めていくとともに、住民自治の意義である意思と責任を明示していくことにあると考えております。このため条例ありきでの考え方ではなく、多様なまちづくりの担い手が情報を共有し、連携しながら、地域の実情に応じたまちづくりに参加していく環境づくりなどへの議論を重ねていくことが、その前提に必要であると考え、住民自治に関する市民フォーラムの開催や、まちづくり市民学習会での研究を重ねてきたところであります。また今年5月には、まちづくり市民学習会参加者のほか、公募による市民等で構成されるまちづくり市民会議を発足し、自治基本条例の必要性や
盛り込むべき事項などについての協議を踏まえた上で、過日当会議において委員の総意による条例の必要性が確認されたところであり、今後市民共同や市民参加、情報共有等の自治の原則の具体化に向けての議論が進められていく予定となっております。本市といたしましても当会議での総意にも留意していくとともに、自治体運営の根拠として市民共同、市民参加、情報共有、そして多様性の尊重といった基本的な原則を踏まえた条例のあり方について研究しているところであり、市民の皆様や議会といったさまざまな主体の意見を広く拝聴し検討してまいりたいと考えております。次に、人口減少への取り組みと対策についての検討経過と今後の方向性についてであります。地方創生に掲げる人口問題については、人口減少問題を地方の在り方を問う議論や東京一極集中の是正問題と関連づけ、子育て支援などの少子化対策に限らず雇用の安定などを含む地域再生、地域活性化そのものが課題であることが指摘されております。こうした観点から本市では今年5月に国の成長戦略推進の一環として、都市地域の構造や地域産業を総合的に改革する地域活性化モデルケース事業に採択され、現在 ICT 活用や地域イノベーションの展開による地域産業の成長や人材の育成、集積をテーマに取り組んでいるところであります。またこの推進にあたっては、町内において全体会議を10月に立ち上げ、国の支援メニューごとに関係課によるプロジェクトを設置し、少子化高齢化から新たな需要を掘り起こすビジネスモデルや雇用創出への取り組みと相まって、例えばオープンデータ、ビッグデータ利活用推進事業、先導的教育システム実証事業、次世代医療介護健康 ICT 基盤高度化事業、次世代施設園芸導入加速化支援事業などの事業化を検討していくこととしております。なお今後の方向性につきましては、地域活性化モデルケース事業が地方創生に資する事業の一環として位置づけられ、現在関係省庁によって構成される政策対応チームの支援を受けているところであり、少子化人口流出防止対策の双方ともに安定した雇用の創出が前提とされることに留意し取り組んでまいりたいと考えております。観光商工部長。お答えいたします。会津式の伝統工芸士等の後継者問題に対する対策と方向性についてであります。会津式産業の振興を図る上で後継者の育成につきましては大きな柱の一つとして捉えており、これまでも会津式技術後継者訓練校や育成及び自立支援事業などさまざまな側面から支援策を講じてきたところであります。しかしながら伝統工芸士等が持つ伝統的な技術の習得は10年、20年という長い年月をかけて身についていくものであり、そのためには長期間安定して作り続けられる仕事が確保されることが必要であると考えております。今後はこれまでの後継者育成支援に加え、地域内の技術を生かした商品作りや、こうして作られた商品の販売開拓に、失礼しました、販路開拓に向けた取り組みを継続して支援することで、地域内技術の需要の掘り起こしに努めるとともに、より高い技術を身につけた後継者の育成につながるよう、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。建設部長。お答えいたします。都市計画道路物流1号幹線の整備についてであります。この路線の整備につきましては、物流基地としての機能を高めるため、また団地内の渋滞対策のためにも必要であると認識しております。このことから市全体の都市計画道路や幹線道路の整備状況等を踏まえ、国の交付金の活用を前提に整備する福音等の内容や着手時期について関係機関と協議しながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。中島義道議員。
一定の答弁をいただきまして、再質問をさせていただきます。まずはじめに会津漆器の振興について、質問させていただきたいと思います。今答弁がありましたように、やはり伝統工芸士さんそのものを守っていくといいますか、会津漆器を振興するというのはやっぱり売れなければならないというのが、第一の前提であろうというふうなことだと思います。売れる漆器を作っていくという、つまり産業として息づかせていくというふうな考え方だと思うんですが、最後に部長の方から答弁はいただきたいと思いますが、岩手県の浄法寺漆器についてはですね、やはり自分たちの枠組みの中での漆器そのもののいわゆる先が見えてきたというふうなことの中で、平成7年8年あたりから国の文化財に対しての漆器、つまりこの間もテレビでやっていましたが、金閣寺なりいろんなところへのいわゆる進出をして、その地元の漆器産業を振興していこうというふうな考え方があったりですね。でまた逆に、会津のように過半数の以上の方々がもう後継者がいないというふうな、こういった状況の中で売る側としても本当にこの会津漆器がいわゆる生地屋から塗り屋から加色からそういう形の中で、地場産業としての位置づけという形についてはやっぱり行政の役割っていうのが一番大事かなとこう思ってます。そんな中に、海南漆器つまり紀州ではありますが、あそこは沈金がものすごく有名だったんですけども、その沈金の職人がいなくなって、今はその会館そのものがいわゆる伝統的な会館になってしまったというふうな話もあったりですね、そういうふうな形の中でですね、やはり会津漆器そのものをですね、今答弁があったいわゆる後継者の問題だとか自立支援というそういったことでも答弁がありましたが、それよりもですね、一歩進んだ形での今申し上げたようなグローバルな見方を持ったいわゆる浄法寺の例にとったわけですけれども、そういった形で行政がある程度こう先導的な形をやっていかないと、いわゆる地場産業である会津木綿も含めながら進行していかないのかなと思いますので、改めてですね、部長の地場産業に対する、そして会津漆器に対する、思いといいますか、意気込みをお聞かせ願いたいなと思います。議長、観光商工部長。会津漆器、地場産業も、会津木綿も含めた、地場産業の振興という観点だと思います。やはり今のこのいろいろな、社会の中でですね、我々が伝統工芸と言っているような漆器のそのニーズ自体がですね、かなり様変わりしてきているというのは、議員さんもご承知だと思います。そういったことで、最近、去年、今年にかけてはですね、その漆器についての新しいニーズの掘り起こしっていうんですかね、売れる商品のをどうやったら、形作っていけるかということで、直でですね、その消費者の方のご意見を伺ったりですね、これは首都圏で、昨年からやってるんですが、こういったことで、まずは今の時代に売れる漆器をどうやって作ろうかということで、これは組合の方とですね、一緒に我々やっているというのが現状です。そうは言ってもですね、技術こういったことはまずは作り続けていかなければ継承されていかないということで、会津では面々とですね、会津漆器の分業制と先ほど議員さんもおっしゃいましたが、こういった分業制、作り手がいて売り手がいて、仕事が回っていくと
そういった循環の中で会津漆器が守られてきたわけなので、こういったことをですね、まあ、今後も関係者の方とですね、より良い方向性について議論しながら、行政としてしっかりと必要な支援をして、継続してしていきたいというふうに考えてございます。中島義道議員。指摘といいますか、要望といいますか、そういったことでちょっと収めさせていただきたいなと思いますが、漆器要請、漆器後継者要請がいわゆる厚生省 の学校として位置づけされて以来ですね、年間1800時間のいわゆる授業を受けて2年間やっておるわけですが、その中にですね、今度はやはり今一番心配なのは生地屋さんそのものが少なくなってきたというふうなこと、それは丸物であり各物のいわゆる生地であり、そういった形のものをですね、やっぱり後継者養成所の中にそういった事業も取り入れられるような形でやっていかないと、いわゆる塗り、加色、そして生地というこの3点セットがあって初めて会津漆器が成り立つというふうなことで、今生地の部門についてはなかなかそういった形ができえなかったというふうなことがありますので、この3点セットをですね、できるような形で、要請をしてお、きたいと思います。それからですね、人口減少問題について、なんですが、これは本当に大阪府を見ましてですね、まさに各分野、いわゆる府の市役所で言えば市役所の全セクションについて2年間かけてこれらをいわゆる分析したというふうな経過にあります。やはり分析がない中で新たな視点への取り組みということができないであろうとこう思いますので、昨年の10月に立ち上がったというふうなことでありますので、それに期待するしかはないんですが、それからあともう一つ違った目を見ますとですね、人口減少減少というといわゆる財政部門はうちは全然関係ないんだというふうな考え方なんですが、やはり会津の市の本市のですね、予算がどのように使われているかということを分析するということもこれ一つが大事かなと思うんです。つまりより具体的に言えば教育問題について市の予算がどれだけ使われているか、それは一人の児童に対してどうなんだっていうのはこれは逆算していけばこれは出てくるわけなんです。でそんな中でそれは6年後についてこれだけの人口減少がなったときにいかにその児童に対する市の予算がどういうふうな方向性にいっていくんだということが出てくるわけですよね。それからまたもう一つはいわゆる建設関係であれば道路の橋の問題、道路の問題についてもこれは三条によっていわゆる BS なり PL なり作っているだろうと思いますが、それによったものの考え方の中でそれは子どもではなくて別個 のいわゆる環状科目の中にそういったものを置いておくと、そういう形の中で会津若松市全体のお金がどう使われているかということが見受けられたときに、学校であれば6年後、0歳児から6年ということで将来的な6年まで、今の段階で6年後までのいわゆる長期ビジョンというものができると、そういう視点によった財政的な見方も必要なのかなとこう思っております。そういうふうなこともありますけれども、やはり6月に質問しましたように生産年齢人口がこの5年で約6000人近い方々が亡くなっているというふうな状況もありますので、10月に立ち上がったその組織によってですね、いかに私が今質問した内容も含めてですね、検討を加え早急なる分析をし、そして将来に向かったいわゆる人口増に向けた国の考え方、さらには県の考え方も含めながらやっていただきたいなと思いますが、この捉え方についての
答弁をいただきたいと思います。企画政策部長。お答えをいたします。はじめに議員に確認をさせていただきますが、昨年の10月ではなくて今年の10月に立ち上げたということでご理解をいただきたいというふうに思います。で、今人口議員の方からは人口減少はそれだけではなく、さまざまな人口だけでなくて地域経済等々の分析を踏まえた上で戦略的なものを構築していかなければならないというご示唆をいただいたところでございます。で、今議員の方からは国の都道府県担当者への説明会のご案内ありましたけれども、12月1日に福島県は市町村の担当者を集めまして同様の説明会をやってございます。その中で示されているのは地方版総合戦略の話、それから地方人口ビジョンの策定、それから地域再生計画の策定ということで、これはいずれも国の法案の成立に沿った形での説明が行われております。で、これを踏まえまして私どもとしては特に地域再生計画の策定については地域活性化モデルがベースになる、先ほど秘書の方からも答弁ありましたけれども、これが位置づけられる部分が非常に強いということでございますので、また国においては会津若松市へは早期の計画の策定を提出してほしい旨の要請が来ておりますので、これを踏まえてなけで今年中に第2回目となりますが、これ今度は本当に10月はまだ連携会議的なものでしたけれども、本部設置を今検討しているところでございます。で、この中では当然その地域活性化モデルケースの中にさまざまな各省庁の目にございますので、それに合わせた参集課あるいは部長会議、部長会議メンバー全員、企画副参事関係課等々をその位置づけにいたしまして、積極的な施策展開、これをするための計画づくりを進めてまいりたいというふうに考えてございます。で、特に地域産業が議員からご紹介ありましたけれども、製造品出荷額が今2000億ちょっとぐらい、24年度工業統計調査でそのぐらいしかないという状況、特に電子デバイス関係では大きな落ち込みがあるという実態も十分考慮しまして、新たな産業起こしにもつながるような計画づくりを全庁的に進めてまいりたいと、こんなふうに考えているところでございます。以上でございます。中島義道議員。12月1日に、県 の、 会議があったというふうなことでの内容が部長から入りましたので、あえて、申し上げますと、やっぱり国の方でですね、10月20日に都道府県を集めまして、人口の分析をしてほしいというふうなことを言いましたら、福島県が最初に手を挙げまして、今こういった災害関係があってできませんという言葉があったというふうなことでした。ところが他の都道府県からすると、ここにもありましたが1992年から人口減少の問題がある中で、今もってできていないというふうなことについて、やはり都道府県の担当者の中ではやっぱり福島県に対してちょっと冷たい目だったというふうな話があった経過もありましたので、そんなこともあったので、申し上げさせていただきたいと思います。で、今部長から話ありましたように、本当に真剣にこれに取り組んでいかないと会津若松市そのものが、なくなってしまうのではないかというふうな危機意識を持ってですね、共有感を持ってやっていただきたいなと思います。それから最後になりますが、最後の質問でありますが、物流危機として、市長の公約にもありましたが、
私の質問でもお話申し上げましたけれども、今回の2011年の3月11日の災害時には、大変物流危機そのもののいわゆる役割が大きかったというものがアピアの中でも危機を呼んでおります。そういう中で、今申し上げましたように約200億をかけまして、会津アピオができたわけですが、会津若松市としてもですね、当時約150億、これ人件費は含まないわけですけれども、150億をもって整備をし、それを会津アピオの方に、協同組合の方に売却したというふうな経過があります。そういう中でですね、現在の都市計画物流1号線については、2名の反対性の地権者がいるというふうなことでありますが、世代も交代されて、その方々へのいわゆる周りのいわゆる協力を取り付けながら賛成してくれるんじゃないかというふうな経緯もあるような状況もありますので、やはり会津全体の中核としてのいわゆる地域経済が一番いい時にですね、投資していかないと、大変この消費マインドが今現在落ち込んでいる中で、どんどんその地域そのものが落ち込んでいったときに、いくら投資してもですね、その投資効果が絶対現れないというふうなこともありますので、その時期はですね、やはり今のこういった地域経済そのものが、消費そのものが少しこう消費税はありますけれども、マインドが上がっているような、見受けられるような状況の中で、投資をしていくということが、さらなる投資そのものがやるんじゃないかなとこう思いますので、改めまして、市長の方に、物流1号線の会津全体の振興策としての物流1号線の整備について、早期完成というふうなことでのお考えをお聞かせ願って質問を終わらせていただきます。以上です。市長。はい、ただいまの物流1号幹線の件でございますけれども、議会でも、陳情採択があったわけでございます。でその重要性については、認識は私も同じでございます。ただ幸福院事業ということで、進めさせていただいておりまして、その他のですね、具体的に言いますと、会津若松駅中町線であったり、藤室鍛冶屋敷線、こちらもですね、重要な、路線でございます。市民生活に大きな影響を与える路線でもございますので、それらの整備をやっぱり重点にという流れで今のところ進んでおりますので、早期の合わせての着工というのは非常に厳しい現状にあるということをまず一点ご理解をいただきたいと思います。ただ今中島議員おっしゃったように、やっぱりチャンス、今チャンスなのかなというお話がありました。それについては改めて、その他のいろいろな整備状況も踏まえまして、整備内容や着手時期というのは改めて検討してまいりたいと考えております。以上であります。3時休憩をいたします。再開を15時45分といたします。